施工者を代表いたしまして、山星建設株式会社、山星建設の近藤でございます。本日はお忙しい中ご臨席を賜りまして誠にありがとうございました。平成22年度に発注をしていただきました。しかしながら昨年の3月11日の東日本大震災、そして7月の福島、新潟、豪雨、こういった大災害がございまして、そういった影響もあったわけですが、昨年10月20日の日にトンネルの安全祈願祭を執り行いまして、そしてトンネルの掘削作業に着手したわけでございます。南会津建設事務所さんをはじめとする発注者の方々のご指導、そして地域住民の方々のご理解とご協力をいただきまして、本日こうして貫通式を無事迎えることができました。本当にありがとうございました。また寿建設さんをはじめとする協力会社の皆さん、そして共同企業体の職員の皆さん、本当に厳しい気象条件の中、寒さとそれから積雪という悪条件の中で、そして昼夜を通して掘削作業を続けていただきました。おかげさまで無事故無災害でこの本日の貫通式を迎えることができました。声をよろしくお願いいたします。それではせーの、えいえい、やったー、おめでとうございます。このトンネルは昨年10月から5ヶ月間24時間体制で掘られたそうです。現場代理人渡辺さんに話を伺いました。でここは違います。葉っぱ工法で葉っぱを、かけまして、であと爆光でブレーカーで細くしたりして綺麗に落として、あとローダーで積み込んでダンプで出すっていう形の工法です。何回か積み重ねて、そうです、何回くらい、ですね、5ヶ月かかってます。毎日昼夜掘って5ヶ月かかってます。はい、はい、回転の掘削機使わないのはなんかトンネルがあるから、ですね、それそうじゃなくてその山の硬さとかいろいろな関係で、あとコスト的な面とか、そういったものも含めまして、役所の方で設計してるん で今回ここの分に関しては葉っぱの掘削っていうか、ですから高野とか唐沢に関しても葉っぱ工法で掘削してますんで、で大きい他になりますと山の弱ければロードヘッダーっていう機械がぐるぐるっていう、削るやつですね、それ使ってやるような形もあるんですけど、ここの場合は葉っぱ工法で、はい、そうです、はい、どうですか今日は。いや無事貫通しまして、一安心です。まだこれから11月までかかりますんで、まだ気抜けないところはありますんで頑張りたいと思います。はい、会津高原尾瀬口駅のある滝の原、五十嵐区長さん、トンネルに期待を寄せています。滝の原としても西部と結ぶ重要な幹線道路なので、前からこう危険な、ね、道路だなということで、安全に通れるような広い道路が欲しいと思ってたので、そういう意味では貫通できて区民もみんな本当に喜んでます。はい、観光とかいろいろやっぱり期待もありますよね。そうですね、うちの方も会津高原駅を主体にしてね、そこからこうバスで、たくさんのこう観光客が来てくれますし、また向こうから戻ってきた時にも高原駅に来るということで、今度大型バスがいっぱい来てくれれば、うちの地域にとっても、大きな助けになるかな、にぎわいに、ね、が出てくる。
トンネルは完成後、これまでのトンネルと往復でそれぞれに通行します。今後はトンネルまでの橋の架け替えなどを行い、急勾配、急カーブを解消していくそうです。南会津建設事務所、高橋所長にお話を聞きました。地元からも当然大きな強い要望ありましたんで、これを機にトンネルを整備して、大型車が交互で通行できるようにしたいというふうなことで、今のトンネルを計画したということですね。はい、今までですと私も経験したことあるんですが、乗用車なので、すれ違いに止まるということはないですけど、やっぱりちょっと大型が来ると迫ってて怖いのと、あと下りもちょっと怖かったですね、こっちから行くと。そうですね、あとトンネルの前後の勾配も急ですし、カーブが多いというふうなことで、特に冬期間、スリップ事故ですとか、ということも実際ございまして、その辺の安全の確保というふうなことでもこの事業は進められているという、南越地域全体からも強い要望ありましたし、あとはその高津へスキー場とか、そういうそのいわゆる観光に来られる方、特にバスの運転手さんとかからは、その大型車同士のすれ違いはもうかなり厳しいという話は前からありましたね。そういう話と市町村合併との、いろんな要望 と混ぜて作ったということですね。で今回はトンネルの貫通式なので、トンネルにばっかりちょっと私気に取られていたんですけども、整備としてはもっと広く整備してるんですよね。はい、トンネル自体の延長は522メートルですけれども、全体の計画 としては約 2.5 キロございます。その中には金龍橋、銀龍橋、これもカーブがきついですので、橋を架け替えるというふうなこと、あとは勾配がきついところがありますので、冬のスリップ対策として、無散水消雪溝ということで、路面の下にパイプをはわして、そこに水を流して、それで雪を自然に溶かすというふうな、そういう対策も実施します。こちらから行く時の上りの道路、向こうから来れば下りですけど、そこはもうすでに工事してありましたよね。無散水消雪の一部はすでに供与してますので、それについてもまた来年も一部供与しますし、あとどうしても最後に、橋の取り付けとかで残ってしまう部分は、それは最後まで残るんですけれども、なるべく共有できる範囲は早く共有したいというふうに考えています。トンネルを1本作って、それをやめるんじゃなくて、2本を使うということですよね。はい、そうです。新しく作った方は、こちらからもちろん行く方ですね。そうです。当然左側通行になりますので、そういうことで、ただせっかくあれだけ前のトンネルも立派なトンネルですから、それを有効に使うというふうなことで、別線になる形で、前のトンネルは向こうから下り、あと今新たに作るトンネルはこちらから上りというふうな形で、今までの作った施設も有効に使うというふうなことで計画しております。とか作ってから の期待とか、個人の思いも込めて何かありますよね。南会津は自然もたくさんありますし、特に日本に誇れる、世界に誇れる観光地もございますんで、その南会津町のみならず、南会津地域全体の振興というふうなことに大いに寄与するのではないかなというふうに思います。で、安全安心な中で住民の方にも暮らしていただきたいですし、遠くからのお客様にも来ていただきたいというふうなことで、我々はそれらの地域づくり、あるいは観光というようなものを下支え、支援していきたいというふうに考えております。高橋所長、道路が良くなったからといって交通事故が減るとは限らない。皆さんの運転意識やマナーが大切と話しています。でこの辺は意外と難しくて、だから一般論ですけども、道路改良したから必ずしも
イコール自己削減っていうんじゃなくて、広げたことによってスピードが出て、かえって危なくなったとか、なんかそういうこともあるんで、その辺はだから道路だけではないんですよね。交通安全、うん、交通安全っていうのはやっぱりある意味まあ総合行政というか、道路も下地は作ったけれども、それを使う人のマナーとか、そのいろんなことが複合されて結果としての交通安全ということだと思うんで、そうですね、私たちも広めてもらえばいいとか、うん、直してもらえばいいなってばっかり言って、他のことを怠ってしまったら大変ですよね、安全運転とかね、決まりを守るとか、まあ、それなりにね、皆さんに応分の責任っていうのはあるのかなっていうふうには、一般論ですよ、一般論として思うんですよね、そうですね、